今回はハマスを重点的に使って痛いの痛いのー、とどまれー。とどまっちゃダメでしょ。飛んでいかせるんだよ。痛いの痛いのー、帰ってこーい。あ、これわざとやってるやつだ。敵兵士が私をスルーしてどっか行っちゃった。ありがたいことじゃないですか。スルーしてくれていなければ、お姉様は死んでいたのですから。そんなのわからないじゃないか。やったー。せっかくファマス持ってきたんですから、ファマスで殺せばよかったのに。ファマスで殺したらファマスで殺したぜ。後ろから接近したんだから、ナイフで殺せよって言うんでしょ。フランが言いたいことはもうお見通しさ。いや、後ろからでもファマスで殺せよ。あ、はい、動きをつけたいと考えてまーす。次後ろから接近した時、ファマスで殺さなかったら、針千本飲ませますんで、そのおつもりで。まあ針千本くらいならいいし、次もナイフで殺そっと。じゃあ予定変更で今から針刺していくんで、次はファマスキルよろしく。ちょっとそれはなしー。いた、やめて、刺さってる。やったー。ち、もうこの遊び終わっちゃったじゃないですか。やられる方結構普通よ。やる方結構快感ですよ。聞いてない、ビーコンなんか置いちゃって悪い子ね。いた。お姉様いつになくかろや。おん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 。おん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 。RPG が飛んできた。やったー。RPG で死亡も飛ばしてもらえばもっと軽やかになるでしょうに。ボソ。それ悪口かな？悪口に聞こえなかったのかな？うちの姉バカなのかな？針刺そ、かなー。いた。やめて。刺さってる。宣戦布告せずに針刺してくるのやめてもらっていいかな？か弱い妹を脅してくる方が悪いんです。確かに、脅さず刺せばいいってことだよね。嫌です。私一向に刺せないじゃん。姉とはそういうもの。痛い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 。ゲーム内でも踏んだり蹴ったり。姉とはそういうもの。ぐぬぬ。いやっほーい。オラオラードケドケー。なんですかあれ。ああいう頭いってる人と関わっちゃダメだからね。分隊員が拠点を制圧してる。美味しいところを分け与えてもらおっと。拠点近くにいれば仕事してる風に見えますしね。拠点近くにいるだけで仕事してるんだからいいでしょ。やばいやつ来た。愛情たっぷりマッサージいかがすか。お断りします。マッサージという名の火炙り。あいつ破壊しづらいから怖い。おん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 。おん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 。RPG が飛んできた。今回は危ないのがたくさんやってきますね。RPG もお断りしてるんだけどね。隣の小島にお芋がいるとの情報あり、地球ボートで狩りに向かう。あいつだな。機銃で跡形もなくぐちゃぐちゃにしてやる。そういうゲームじゃないし、R 指定入っちゃうんでほどほどに。やったー。軍隊員が拠点を制圧してる。美味しいところを分け与えてもらおっと。デジャブかな？さっきと同じセリフ言ってる気がする。同じセリフ言ってるんだもん。うちの妹、バカなのかな？はーい。ごめんなさい。やったー。お、ヘリはいとるじゃん。航空機に乗せたら最強と言われてるこのレミリア、今回もヘリで一暴れして、相手を苗落ちさー。仮に航空機に乗せたら最強だとしても、航空機に乗れなきゃ意味ないよね。一リアル。一リアルどころか真理ですからね。せやな、これ拾ってくれるパターンか？やったー。心優しいパイロットでよかったですね。うんうん、危うく孤島に置き去りにされていたところだ。置き去りにされていればよかったのに。ボソ。タクシーありがとう。いいよ。君じゃない。オラオラー、ファマスの申し子が舞い降りるぞー。皆の者殺されたくなければ隠れておくのじゃー。はいはーい、ここにクソエイムいますよー。キル数とポイント稼ぎたい人は1回100円で殺し放題ですよー。人の命を野菜のおっちゃんみたく、売りさばくのやめてもらっていいかな。利益の半分あげる。わーい、てばかー。なんで自分の命と引き換えが50円なのよ。やった、100円手に入った。50円よこせよ。死人にお金はやりません。結局私死ぬだけかよ。そんじゃ次は目標をセンターに入れてスイッチを押すだけで、敵がバタバタ倒れていく幻の銃を使っていくよ。それせこい武器ですね。そんなのに頼るとかありえないです。あれ？今強風が吹いていたのかな？あれ？もしかして台風接近中？それ使っても殺せないんですね。ボソ。ミーターかー。お姉様、それ使っても特に無双できなさそうなんで、どんだけでも使っていいですよ。そういうこと言うのやめてもらっていいかな？悲しくなるじゃないか。さっきから目標をセンターに入れてスイッチをしても、死なない敵がいる。なぜだ？雑魚は最高級の筆を使っても雑魚なままなんですよ。私はどっちかというと、攻防寄りだと思うんだけど。ふっ。おい、今鼻で笑ったやつ出てこい。ふふ、雑魚が死んだ。うるせえよ。おん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 。雑魚が生き返ったー。うるさいよ。起こしてくれて助かりました。さてと、幻の銃を拾ってと、狩りを続けようじゃないか。そこ一バレてますよ。バレてるなら早く殺さなきゃな。口だけは一流。やるじゃん。おん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 。視聴者さんですかね？屈伸でお返ししなければ。しかし今は大事な狩りが。大事な狩り終了。ぐぬぬ。と私は思った。いきなり何？バトルフィールド1になっても、バトルログのエンブレムを引っ付けるのかと。ああ。今はまぐれで、個人的に気に入ってるエンブレムを作ることができたけど、引っ付けなかったら1からまた作ることに。これの1個前の自作エンブレムとかひどかったですもんね。それトラウマものだから見せないで。まあバトルフィールドハードラインも同じバトルログでしたし、バトルフィールド1もバトルログ方式で来るんじゃないですかね。だったら私は非常に嬉しい。リロード中に敵が、やったー。見た過去の乱れ打ちを。キルしたのは他の味方ですけどね。私、キルは他の人に譲る優しい人なんで。あ、そ。あ、
いきなり何？さっきバトルフィールド1のプレイ動画を見てたんですよ。ふんふん。そしたらですね、すごい臨場感があったんですよ。ふんふん。以上です。え、それだけかーい。お、ナイスツッコミ。ナイスツッコミじゃねえよ。もうちょっと、ヘッドショットした時にヘルメットが飛んでいくとか、砲弾が飛んでくる時、悲鳴みたいな音が聞こえて怖いとか、銃剣突撃の時のモーションがかっこいいとか、いろいろあんだろがよ。それ、私が言いたかったのはまさしく今フランが言った表現。すごい臨場感があったんですよの。一言二言で片付けないでください。はーい。付け加えて言うならば、かいだね。ね。さて、本題に戻りますが、本題なんかあったっけ。どうですかこのハマスの持ち前、25発しか入らないマガジン、打ち切ると遅いリロードの到来、それにもかかわらず一人殺すごとにリロードを挟む必要があるこの商品、いかがですか？いらねえよ、売り方下手くそかよ。下手くそも何も欠点しか言ってないんだが、何ラク切れしてんだよ、それも売る気なかった。しかしハマスにも素晴らしいことがあるんですよ。なになに？これを聞けばあなたも絶対買いたくなる。じらさないで早く。私でもキルすることができる。はい買いましたー。ちょろいぜ、レッピリアストラトス、AMR2、狙い撃つぜ。突然兄弟が現れる方かな？狙い撃ちたいのにヘリどっか行っちゃった。お姉様、運ないもんね。しょうもな。あらやだ、もう敵のチケット残り82。私が奮闘してるおかげだな、はっはっはー。はは、ウケる。真顔で言うのやめて、それになんだこいつは、脳内順番抜かしやがったぞ。脳内の順番は相手に来た。はは、ウケる。真顔で言うのやめて。ってことで、カーチマーしたー。そういえば YouTube に動画を出し続け、3年経ちましたね。早いものですなー。これからも変わらぬ5000円お願いします。今のところ、バトルフィールド1の動画も上げたいと考えてますので、そちらもよろしくね。まだチャンネル登録してない人は登録してね。媚び売ってこ。いやー、ってことで今回はこのあたりで。ご視聴ありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。